国民感覚との対立が反映し、これって何時から何時までやるの？その時1時からだったんですけど、うん、あの予算委員長の解任の決議が立憲が出して本会議が臨時で入ったんで、そうなんだ。え、でこの時間になったの？そもそも政治をめぐるお金について今から30数年前、3月自民党が裏金疑惑に揺れる中、国会中継を見つめる男がいた。僕もそうだから分かるけど、やっぱりこう色をつけられて、こいつは悪いことをしとるやつじゃ、こいつの言うことはおかしいんじゃっていうところから始まると、何を言うてもねっていうのがあるのかもしれないけどな。広島市議会議員三宅正明51歳。5期目ですけど、なんか新人の頃と今とちょっと違います？帰るとき、それはあまり変わりません。はい、できます。彼もまた政治と金をめぐり議員人生の瀬戸際を迎えていた。発端となったのは50万円。2019年参院選の前に河合克行氏から現金50万円を受け取った公職選挙法違反の罪で裁判に臨む非買収議員。現金のやり取りは政治の世界では普通のことと主張。有罪が確定すれば失職する身だ。政治と金の問題ってなんでこうなくならないのかなと思っててですね、政治にお金がかかる、かからないようにしようっていう話ってずっとあるけど、実際はかかるってことなんでしょうね。なくなることのない政治と金の問題、一体何がそうさせているのだろうか。広島市議会議員三宅正明は自身の選挙区に車を走らせていた。訪れたのは平成初期に作られたニュータウン。一部あげますよ。 ありがとうございます。多分足りるんで。まちづくりアンケートのお願いというのを配ってます。おはようございます。社員の三宅と言いますけど、中学校の予定地があるじゃないですか、ね、あれがね30年ぐらいそのままになっとるんですよ。で、その使い道をこの家の緑の男子の皆さんに、こういうのがいいかな、ああいうのがいいかなっていうのがもしあったらアンケート取り寄るんです。地区の全域およそ2000世帯に向け意見を募る。いろいろ意見持っていらっしゃる方っていらっしゃるじゃないですか。そういうことはやっぱりちゃんとね、こうやってこう聞いていくようにしないとさ、なかなかわかんないでしょ。いつもはお返事くれない方もいっぱい多いんですけどね。でもまあ何か一件一件自分の手で配るのにはある理由があった。こうやってもし歩かないで一人頼めばお金もかかるでしょ。お金がかかるというのはあんまりよろしくないでしょ。で、夕飯ですよね。一期の時にモントリオールに行った時の写真ですね。これむっちゃ若いじゃん。だってこれもう引退されとる先生が。広島県海田町出身で島根大学に進学。卒業後父親のスポーツ用品店を手伝っていたが、34歳の時に初当選。以来5期連続で議席を守り続ける。
ルールとか規則とかそういうのを世の中のね決めてるのって何なんだろうなと思ったら、それはまあ政治が決めてるんですよ。皆さんの活動とか暮らしぶりが良くなるような方法はないだろうかというふうにずっと考えて、議員という役職をいただければそういった形のお手伝いが少しでもできるんじゃなかろうかというふうに思ったところからですかね。当選を重ね、議会での重要ポストを歴任するなど力をつけていたが、2020年事態は一転する。すいません、ちょっと立ち止まって答えていただけませんか。さっき答えたよ。いやいや、もう一度お願いします。じゃあ改めて現金の授受があったかどうか説明いただけませんか。正確にお伝えしたいから今は答えられません。あのいつになったら答えられるんですか。昨日裁判で名前が載っているので、いつになったら答えられる。有権者に対してお願いします。市民に対する説明責任があると思うんですが、いかがですか。ありますよ、もちろん。ですよね。だからいつされるんですか。正確にお伝えしたいから今はお答えできないって言いました。説明しないまま議員を続けられるんですか。結局受け取ったんですか。とか言う手もあると思うんですけど。かけられたのは選挙買収の疑惑だ。断ったのにもかかわらず無意に渡されてしまいました。いいから、お祝いだからということで外へすぐ出て行かれたので、二人のですね、まあ、秘密といいますか、これを作るということで、私の方はそのように理解をしました。2019年の参院選をめぐる大規模買収事件。河井克行元法務大臣と妻案里氏が地方議員ら100人に現金をばらまいた。三宅が取材に応じた時には半年が過ぎていた。先生頑張ってくださいねという形で封筒を差し出されました。陣中見舞いの意味もあったでしょうし、私と、まあ、これからもよろしく頼むよという意味もあったでしょうし、安里さんの選挙を頼むよという意図もあったでしょうし、さまざまな意図がある中で渡されました。非買収議員の起訴が濃厚となり、県議会や市議会で辞職ドミノが起きた。が、突如行われたのは非買収議員による共同記者会見だった。克行氏から現金を受け取った広島市議5人、中には三宅の姿も。この今ここに座っている5名も現在それから当時含めて公選法違反の認識は一切ありません。つまり公選法違反についての故意がないということになります。5人は買収を否定し始めたのだ。彼らが現金を受け取ったのは参院選公示のわずか数ヶ月前。金額も30万円から70万円と高額だったものの、陣中見舞いだったなどとし買収を否定。冤罪事件で逆転無罪を勝ち取ったこともあるベテラン弁護士と共に裁判で争うことを決めた。国会議員とその地方議会議員とのお金のやり取り、まあ、パーティー券の購入も含めて、これは非常にフランクに行われていたという実態をまず明らかにしたいと思います。これは政治と金の問題なのでしょうか。この構図は自民党内で政治資金がぐるぐると回っているだけです。ぐるぐる回る政治資金。自民党国会議員の収支の窓口は主に4つ。国から支給されるのは歳費、旧文通費など。党を介して国からの政党交付金の一部も支給される。企業や支援者からは
献金や政治資金パーティー券の購入で資金が提供される流れだ。一方、地方議員には党勢拡大のための資金として当選祝い、小売代、持ち代などを寄付。地方議員はパーティー券を購入したり、地元の支援を取り付けたりと国会議員を支える仕組みだ。集まった資金は政治活動に充てられるが、さらに選挙でも多額のお金が必要となる。国政の広い選挙区を走り回り、あらゆる手段で名前を売る。突然のお電話、大変失礼かと存じますが、私の国政に対する思いをお聞きいただければ幸いです。これらすべてに費用はかかる。この広島から女性の国会議員を、そして広島の力をお集まりをいただきました。本当に感謝申し上げます。自民党2人目の河井案里、河井案里。案里氏には自民党本部から他の候補者の10倍1億5000万円が支給されたという。そして加藤市議会議長様はじめ市議会議員の先生方も本当にありがとうございます。地方議員が自らの支援者へ呼びかけ候補者を支える。さらに政治資金パーティー、当選した暁には小売代、持ち代として地方議員に資金が戻ることも。議員同士の間で金が回っていた。2023年4月統一地方選、河合事件後、三宅は自民党を離党。非買収議員として裁判を控える身でありながら市議選に立候補していた。議員として仕事をするためこの瀬野の地を選び、そして瀬野で活動をしてまいりました。私にとりましてこの場所はまさに政治の原点の場所です。遊説準備は家族と共に手弁当での選挙戦だ。はい、手前まです。行ってきます。あ、ごめんなさい。はい、行ってきます。行ってらっしゃい。はい、行ってきます。自民党を離党したことで公認料50万円などの支援はなく、およそ140万円を自腹で賄う必要があった。ありがとうございます。痛いですよ。痛くないわけないですよ。もちろんだって普段の政治活動が必要なんだからね。まあ私はお金がかかる選挙してるのかもしれないんだけど、かけなくていいんだったらいいよね。はい、お待たせしましたね。どうぞお入りください。いいですよ、どうぞ。非買収議員でありながら有権者に支持され当選。語ったのは議員という仕事への愛だった。自分でいっぱい努力しなきゃいけないけど、それさえできれば世の中を変えることができるかもしれない。だから僕はもっと議員さんがかっこいい仕事だよねって言ってもらえるような職業になってもらいたい。なかなか難しいんですけどね。当選から半年、買収を否定し続けた三宅だったが、広島地裁が出したのは議員の失職を意味する罰金の判決。三宅は控訴した。そんなことない。
2024年3月古巣の自民党が揺れていた。また政治と金の問題で自民党総裁として心からお詫びを申し上げます。派閥をめぐる裏金事件、安倍派や二階派で5年間で総額5億8000万円が収支報告書に記載されない裏金に、安倍派幹部らには離党勧告など厳しい処分だった一方、処分の対象にならない議員も。分かれ目となった金額は1人500万円だった。政界が裏金事件一色の中、三宅は地域の住民を回っていた。50万円を受け取った非買収議員として裁判を戦いながら議員活動を続ける日々。支援者からは怒りが漏れる。今の国会なんかな、何千万でどう何にもなしじゃどうなっとるんかいよな、ね、お金は然るべきところに使うものであって、あの心身欲のために貯めたり使ったりするものじゃないと思いますので。政治と金について不信感が広がっていた。特権階級なんか政治家はあえてね、上級国民かとかって思うでしょ。だから政治家によって違うんですよ。みんながみんな金がいるわけじゃない。でもいる人はいる。なんでかって言ったら、あまりにも広い範囲の人たちにいろんな自分の考えを伝えようと思えばそれ相応の費用がかかるから。国民っていうか、まあ、市民の皆さん全員に理解してもらえるような話じゃないんだろうなと思います。理解しがたい政治の金、その一つが政治資金パーティーだ。一度に数千万円の資金を集めることもでき、国会議員の大きな収入源になる政治資金パーティー。気にかけていただくのに加えて会費もお振り込みいただければもっと嬉しいなと思いながら、本当にあの素晴らしい後援者支持者の皆様に囲んでいただいてて幸せだと今感じております。そのことで会費は1万5000円と安くはないが、自民党の地方議員はこぞって参加する。そこには三宅の姿も。行きましたよ、もちろん。でだって応援してもらわなきゃいけないですか、ここ河合さんにも。広島県の国会の先生にはみんなこれをこれやりますんで先生一つよろしくお願いします。あ、そりゃそうじゃね、やらなきゃいけんねっていう認識を毎回持ってもらわなきゃいけない。頭にあったのは地元の悲願、開かずの踏切の解消だった。総事業費915億円をかけ線路を高架にする大型事業。国からの補助金が欠かせず、必要なのは国会議員とのパイプだった。パーティーに行けば、ああ来てくれたんだな、ああこいつは あの話あの付き合ってくれるやつなんだなってことは認識されるじゃない。この地域の事業が1年2年3年5年遅れる方がよっぽど大損じゃないの、地域にとっちゃ。その1万5000円を使わないだけで。議員同士の金のやり取りにどんな意味があるのか、広島選出の元衆議院議員亀井静香氏。現役時代は自民党の派閥支水会の会長を務め、地方議員からも熱い支持を誇った重鎮だ。それは俺も親分やってたからね、もうバンバン昔は政治家に必要がなかったとか何千万単位渡してやってたよ。それは親分の仕事や。
地方議員に国会議員が小売代とか持ち代を配るっていうのは必要なことなんですか？そうけど公文だったらさ配るでしょ。あんた子供にだってやるだろうか、子供に小遣いやるだろうか、女子たちじゃんか。ねえ、地位料も住んでんだよ、同一の手形だな。おめえ取れてないだぞ。ねえ、何も汚いことにないじゃないか。それで、ね、相手がそれで政治活動をちゃんとやってくれればいいわけでしょ。それは、ね、金でつながる議員のちぎり。ホームテレビは広島県内の全地方議員517人にアンケートを実施した。回答があったのは229人。議員同士のお金のやり取り、ちぎりは必要なのか。金のやり取りで信頼を表すのは前時代的。当選祝いや小売代をくれた相手に忖度してしまい、公平な行動が取れないのではないか。結局そういうことが買収の温床になる。およそ9割が必要だとは思わないと回答。三宅と同様、河合事件で非買収となったある議員はこんな言葉を綴っていた。これまでの国会議員のお金の配分は自分の選挙を有利に戦うためのものだったと考える。今後もこうしたやり取りがなくなるとは思えない。一審で有罪判決を受けた三宅は控訴審を迎えていた。こんにちは、どうぞ。じゃあ、お願いします。コーヒーですか？ありがとうございます。いただきます。お金のやり取りは普通のことと買収を否定し続ける三宅であるならば、不透明な政治と金の実態はなくならないのだろうか。全ての政治資金の移動は入金も出金も使途も全て透明化するというふうに政治資金規正法で謳えばいいので、それは簡単なことじゃないですか。で、自民党自体がやっぱ抜き穴とか、裏金を持っておきたいというやっぱり欲望があって、それは政治家みんな持ってるんじゃないですかね。それが多分心理的な阻害になってると思いますよ。それはもうここまでさまざまな形でいろんな方がね、政治に対して不信を感じてらっしゃるということであれば、それは変える必要があるかもしれませんね。そう思います。他の非買収議員にも次々と有罪判決が下される中、三宅は審判を待つ。よろしくお願いします。幾度となく議論されてきた政治と金の問題。そもそもお金のかからない政治はできないのか。お金を持っている人であっても持っていない人であっても高い志を持つ人であるならば政治を目指せる。これが大事なんだと思います。そしてそのためのコストをどのように賄うのか、これを考えていかなければならないと思います。政治と金とちぎりと議員、逃れられない呪縛なのか。